はい、こんにちは。チャオカワネです、今日はね、ワコちゃんです。ワコワコだよよしよしよし。今日はね、なんでワコちゃんを連れてきたかっていうと、ちょっとね、子犬のお譲りの状況についてね、ちょっとお話ししといた方がいいなと思って、動画をね、今日は撮ってます。で、子犬のお譲りについてなんですけど、ありがたいことにですね、ほんとたくさん、茶おっ子をね、家族に迎えたいというご希望をいただきまして、現在ですね、実は18組のお客様にね、お待ちいただいております。本当にね、ありがとうございます。感謝しております。ただですね、もう動画見てればわかると思うんですけど、うちはね、お産が少ないんです。極端に今年は少ないんです。特に、もうね、8月終わろうとしてるのに、今年もね、まだね、ニコちゃんだけなわけですよね。18組というお客様、お待ちいただいてます。で、まあ、お問い合わせをいただいた際に、ちょっとね、いつになるかわからないであるとかね、時間をね、いただくことになると思いますという旨はね、お伝えしてるんですけど、まあ、時々うちは何番目ですかと、何番目ですっては言ってないんですよね。これね、順番はちょっと変わることがあるんでね、何番目っていうのは、まあ、大体このぐらいですとしか言いようがないんですね。どうしてかというと、まあ、ご希望の一番多いのは、まあ、女の子です。女の子が圧倒的にご希望が多いんで、女の子ご希望のお客様は特にお待ちいただくことになると思うんですけど、やっぱ男の子ももちろんご希望のいらっしゃいます。で、男の子がでも女の子でも、茶おっ子だったらどっちでもいいって言っていただいてるお客様もいらっしゃるんですね。それとか、何々ちゃんの、赤ちゃんを迎えたいと、もうご指名されてる方もいらっしゃいます。例えばニコちゃんの女の子をお迎えしたい。実は今回ね、そうだったんですね。でもね、ワコちゃん残しちゃったんでね、ごめんなさいね、本当に。まあ、そういうね、ご希望の内容がちょっといろいろとあったりするもんですから、ちょっと順番は前後したりもしかしたらするかもしれないんですけど、昨日もね、メールいただいてましたね。お待ちいただいてるお客様、兵庫県の、〇〇さん、お返事しましたけど、そのぐらいの番号になっております、でね、一番今回遠くでお待ちの方、青森県ですね。青森県の、N 様、ちゃんとね、お問い合わせいただいた方は全部ノートに僕つけてるんですね。どこどこの何々さんで、まあ、男の子女の子どちらが希望と全部書いてますので、まあ、漏れはないと思いますんで、これを順番に従ってご連絡していきます。で、一番遠いところ今ね、青森県というね、本当にありがとうございます。もうね、すごいなって自分で思います。僕がすごいんじゃないんですよ。チャオカーネがすごいわけじゃなくて、皆さんのね、ワンちゃんをね、お迎えしたいっていうその熱意であるとか気持ちっていうのがね、すごいなって思ってます。本当ありがとうございます。で、今現在ですね、まあ、今後お問い合わせをいただく、ご希望をいただくお客様へのお話に今度はなりますけど、現在お問い合わせはね、メールでのみ受け付けております。で、この動画、YouTube の動画の概要欄、もしくは、ブログの方の、メールフォーム、お問い合わせフォームっていうのをね、リンクを両方貼ってます。で、そちらからお問い合わせをいただくようにしております。で、そのね、メールフォームの内容が、まあ、名前であったりとか、メールアドレスであったり電話番号であったり、お問い合わせの内容でとかあるんですけど、注意点が何個かあります。一つは、メールアドレスの記載ミスを、ないように確認してください。これ、ね、メールアドレス、記載されてるメールアドレスが間違ってると、もうお返事のしようがないんですね。もう送信エラーになる、今までも結構あります、それと、電話番号を必ず書いてください。電話番号を、これはね、もしそうやってメールが送れない場合は、電話番号を書いていただいてたらお電話で、お返事することができますので、お願いしておきます。これね、メールアドレスも間違ってる、
電話番号もないってなると、もうお返事のしようがない、お手上げなんですね。もうなんとかお返事したいんだけども、どうしようも手段がないっていうことになります。これね、今まで結構あるんですね。もうだからね、おそらくね、そういうお客様からすればね、ちゃお金無視しやがったと、思われてるんじゃないかなと、思います。もう返事がない、いつまで経っても待てど暮らせど返事がないと、思われてるかもしれないんですけど、お返事はね、できるだけ当日中にしようと、してます。で、もしくは、遅くても次の日までぐらいにはね、返事をしようとしてますので、その間で返事がなかった場合にはね、そういう可能性が多々ありますので、できればもう一度ね、ご連絡し直していただくとかしていただけるとありがたいです。それとね、メールアドレスですけど、ヤフーメールとか G メールを、お使いの場合ですね、これはね、こっちから返事した時に行くんです、送信できるんですけど、そちらの方で、迷惑メールのフォルダーに振り分けられることがあります。受信メールのフォルダーじゃなくて、でそれでね、返事に気づかないってパターンもね、これもまたこれも今まで結構多いんですね。迷惑メールのフォルダーなんて見ないでしょ。見なくてゴミ箱行きとか多分あるんですね。僕がそうだから、だからそういうメールアドレスをお使いの場合は、その迷惑メールのフォルダーの確認もお願いします。それと、携帯からお問い合わせのメールを送られる場合ですね、これはですね、僕はね、パソコンからお返事します。これはやり取りの記録を残しておくためです。今の話をすると18組のお客様ともちろんやり取りをしているわけですね、全部覚えてるわけじゃないんです、正直言って。まだお会いしたこともありませんし、ですので、誰それさんとはどういうやり取りをして、ね、こういうお返事をしたとか残しとかないとね、確認するときに困るんで、僕は残してますメールを、で、パソコンからお返事を送るんですけど、携帯電話の場合はですね、パソコンからのメールを拒否する、受信拒否設定になっている場合が多々あるんですね。これはもう迷惑メール防止ですね、ですので、そうなってないかっていう確認もしてください。これもね、送れなくて、送信エラーになることが本当多いです、ですので、その辺お問い合わせの際には、そこをね、ちょっと気をつけていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、話はね、元に戻りますけど、本当にね、たくさんのお客様にね、チャオッコをお迎えしたいと言っていただいてね、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で、またね、本当いつになるかわからないけどって言っても、まあ、何年でも待ちますと言っていただいたりね、することもあります。本当にね、ありがたいと思ってます。もうですのでね、本当に可愛くて、健康な、陽気のね、チャオッコね、お迎えしていただきたいと思ってますので、ぜひそれまではね、 YouTube の方でお楽しみいただきながら、まあ、お待ちいただければと思います。本当にね、こればっかりはね、もう生まれてみないとわからないってこともありますし、いつ生まれるのっていうようなねことですので、よろしくお願いいたします。ということでね、いつもね、ご視聴ありがとうございます。今日はね、お譲り、子犬のお譲りについての、ちょっとお知らせでした。わこちゃんでした。じゃあねー。ではではでは。